ち上がり僕らは点差をつけて勝たないといけなかったんで、まあ早い段階で取りたかったっていう思いですぐ点は取れたんですけどね、その後何回かチャンスがあった時に取れないことで徐々に僕らのペースが落ちていって、まあ相手もそんなに急いだペースではなかったんですけど、まあ自分たちでまあ同点に追いつかしたっていうか、そういう試合展開になっちゃったと思います。後半もちょっと僕らがあんまり攻めれなかった部分はあったんですけど、まあ予選突破っていうことを考えて戦ってた部分もあって、ベンチからの指示だったりそういうところで徐々に戦い方を変えながらやっていく中、最終勝ち切れたっていうのはすごい良かったと思います。そうですね、まあ点が取りたかったっていう思いがあったので、前目のポジションでしたし、なんとか点に絡みたかったっていうのはありましたね。まあ、リオタン点が1点目入った時にキーパー弾いてくれたら僕の目の前にこぼれてきたんですけど、そうはならなかった。後半戦はまあ今回ちょっとナビスコに関しては外人選手が怪我をしたり受けてた部分があったんですけど、みんな戻ってきて底上げの大会になったと思いますので、そこから出れない選手もまた出てくると思いますし、そういう選手とまああんまり腐らずしっかり支えていけるように頑張っていきたいと思います。